さあしかし運命の糸は2人を決勝まで引き寄せてしまいました。今日もいつものやっていきましょう。アルファバーサスクリ、スピバが当たんない、竜巻も当たんない。コバから膝ガードして、さあ電陣が溜まる、砲翼はもう溜まってる。どっちが使う状況を作るか、まあ、竜側はやっぱり寝かさないとね、っていう意味でやっぱり灼熱も1回入ってその後の触りからもう1回ゲージを作るっていうスタンスになりますが、やっぱこういう時はどうしてもねきついっすね。電陣前で前飛びはしっかりくっくる、あ灼熱ちょっと遠くて当たんないのね今の。出しかくらない、第一般砲翼じゃなくてセーフ、灼熱だー、前捨てに引っかかる。これはどうする、壊しはっけ、延長けだー、遠いとこから当ててくる、この辺は厳しい、相性の悪さが出る形です。前投げ、延長け、ここはスピードで勝負できるか、タイパン波動天神スタンチが8割9割、これは追い打ち込み、ワンワンワンオンゼロドット、こわこわ下前と、まあまあまあこれは読み合いですね。中ゴスまで完備。さあ本日最終ラウンド、チュンリー砲翼 1.7、 電陣は1マックス、どっちが先に使う、波動拳、さあチェンジアップ混ぜて様子を伺ってくる、あー飛びから砲翼、1回目2回目闇をもう吐いていくが、これはきつい、しかしあるのか国なら、外から怪しい砲翼がないので、あーコパンが早え、最速コパンでした。